AB ワードはフリーでオープンソースなワードプロセッサ GNOME オフィスに含まれる。ライセンスは GPL。AB ワードの ABI はスペイン語の ABIELT に由来しオープンを意味する。対応 OS は Linux、Windows、MacOS10,Reactos、BIOS、BI a m i g h o s 4.0である。AB ワードは文書フォーマット、表。 客中の表示やインデックスの自動作成等の基本的な機能を備える。ユーザーインターフェースはマイクロソフトワードに習っている。ソフトウェアはクロスプラットフォームに対応している。機能の拡張はプラグインによって可能であり、また他のオフィススイートと簡単にデータを交換することができる。多言語で利用でき30の言語の辞書が用意されている。 マスムルをサポートしており、数式の挿入が可能。また、Wikipedia のプラグインが含まれており、記事を受信することができる。インポートエクスポート可能なファイル形式は、リッチテキストフォーマット、マイクロソフトワードオープンドキュメントテキストオフィスオープン XML、HTML とレイテックスである。このアプリケーション固有のフォーマットは、XML 形式である。 Windows 用にポータブルアプリケーションが用意されており、このバージョンではアプリケーションをインストールすることなく、ハードディスク、または USB メモリから起動できるように設計されている。バージョン2.4、2からは Nokia 770インターネットタブレットをサポートする。AB ワードは本来、そうすぎるコーポレーションが、 フリーソフトウェアとして公開する予定であった、オフィススイート、アビスイテの一つのコンポーネントとなる予定であったが、そうすぎるは、次第に経営を、利益追求モデルへと移行したため、現在 AB ワードプロジェクトはボランティアにより、運営されている。マサチューセッツ工科大学で行われている、ワンラップトップパーチャイルドプロジェクトにおいて、AB ワードが、 標準のワードプロセッサとして100ドルパソコンにインストールされる予定である。ありがとうございます。